大門幹史君。大門です、コロナ危機と経済対策について質問いたします。西村大臣、いろいろ ご対応があるということで、先に通告した順番入れ替えまして、西村大臣に集中的に、お聞きして退席を早くしていただくようにしたいというふうに思います。前向きな答弁をしていただければ早く終わりますので、よろしくお願いします。すでに、いろんな議論がございましたけれども、最後ですので、できるだけ太い筋で質問したいというふうに思います。で、現場の現状ですけど、この土日に訪問できるところはしてまいりまして、飲食関係、観光、ホテル、小規模のゲストハウス含めて、旅館関係ですね、あと政府の施策のいろんな具体的な窓口になっていただく予定の商工会議所、商工会のお話もお聞きをいたしました。大変厳しい実情が話されまして、売り上げが3割、4割減っている方も多いんですけれど、極端に言えば8割、9割、ゼロの方もいるというのは大変厳しい状況がお話をされておりました。で、幾同にですね、コロナ危機がいつ収束するのか見えないと、先が見えないということが、見えればね、頑張れるんですけど、先が見えないということがお話をされておりました。そんな中で必死に頑張っておられるわけでございます。で、政府に対しては、もう端的に言って、早く手元にお金が届くようにと、もう1ヶ月持つか、そういうような状況ですのでね、そういうスピード感が求められているということを改めて聞いてまいりましたし、厳しい意見もありました。政府や国会は何をやっているのかと、分かってくれているのかという厳しい意見もあったところでございます。で、まずその今回の経済対策の基本的な考え方についてお聞きいたしますけれど、経済対策というのはどういうスパンでですね、考えるかというのは非常に大事なわけでございますけれども、西村大臣、政府はですね、V 字回復っていう言葉を使ってこられましたけど、それはあれですかね、先ほどからお話しあったような、1ヶ月ぐらいで収束させていって、一気に V 字回復というふうな、その収束期間としては1、2ヶ月で、その後 V 字回復というような意味で、使われている表現なんでしょうか。西村大臣。先般経済対策を取りまとめさせていただいて、今補正予算提出すべく準備をしているところでありますけれども、2つのフェーズがあると思います。ご指摘のとおり、今はとにかく厳しい人にできるだけ早く緊急の支援をしなきゃいけない。そのための中小企業向け、あるいは個人向けの給付金、あるいは雇用調整助成金を拡充する、こういったことで、しっかりと対応して厳しい、皆さんをお支えすると、このことに全力を挙げていきたいというふうに思っております。そして、この1ヶ月間の緊急事態宣言のこの期間、8割の接触削減によって、専門家の皆さんは1ヶ月経ったところでかなりの成果が 80% なされればですね、かなりの成果が出るはずだと言われております。そこで直ちに収束するのかどうか、これは分かりません。そこからさらにもう少しかかるのか、しかしこれが6割7割なら2ヶ月3ヶ月と、もっとその収束に見える道筋が長引くということは間違いありませんので、この1ヶ月は少なくとも 80% 削減で、国民全員で努力してやっていければというふうに思っております。その方が厳しい期間が短く済むということであります。そして、どこかで収束が、できればですね、そこから、経済は活動を元に戻していく、そして V 字回復できればという思いを持っております。そのための、準備もいります。それが、1ヶ月後なのか2ヶ月後なのか、まだ3ヶ月かかるのか、まだ見えません。誰もこのことについて言える人はいないわけですけれども、しかしその時にしっかりと地域経済、あるいは消費、おっしゃった観光、旅館、こういった、全ての人たちに、希望を持っていただくためにもですね、そしてそのための準備をするためにも、今回の経済対策に入れて補正予算の中にも2段階目の V 字回復フェーズのものも今回、補正予算の中にも入れて、国会で議論をお願いしようというふうに思っているところであります。大門幹史君。私は最初 V 字回復という言葉を聞いたときにですね、大変違和感を感じて、なんか最初から危機感の希薄さみたいなものをこうちょっと感じたんですよね。で、なぜかと言いますと、今大変なことになっている各国はですね、今年の初め頃はですね、
まあ、こんなあんなひどい状態にならないだろうと、一過性で通り過ぎていくだろうと、で自分の国は大丈夫だとかですね、ですから経済を止めてはいけないということとか、日本でもね、オリンピックは延期や中止はありえないと当初言ったわけですよね。ところがご存じの通り、ヨーロッパ、アメリカではもう最初はウイルスなんてのは中国かアジアの問題と言っていたのが、もうその数週間後にですね、オーバーシュートを起こしたということになるわけです。で例えば今から1ヶ月前ですね、3月の初め頃、イタリアの感染者数は今の日本7300ですか、より少ない6000人規模だったんですね。それが今や感染者が15万人、30倍になって、死者は1万8000人と、アメリカも1ヶ月前は感染者がわずか数百人だったのが、今や53万人で死者が2万人超えたということで、つまりイギリス、イタリア、スペイン、アメリカの失敗は、初期の対応の失敗だったというふうに言われているわけであります。で日本も同じ道をたどらないようにということで、今一生懸命と、ね、分かるんですけれど、ただいろんな専門家の意見もあって、すでに検査の数から言ってですね、すでにもう広がってるんではないかという見方も一つありますんで、もうたどっているんではないかと、ヨーロッパとかですね、アメリカをですね、そういう意見もあります。申し上げたいことは、経済のことで考えますと、政治にこう楽観論はやっぱり許されなくって、国民の皆さんを守る立場でありますので、そういう点でいきますと、今考えるべきはですね、その収束した後のどうとか、収束した後どうお金を使おうということよりも、今最大限お金を使うと、財政を投入すると。で経済的に言っても、目の前で頑張ってるですね、中小企業が倒産廃業追い込まれたり、失業者が増えると V 字回復しようと思っても、その時にはね、もう焼け野原になってるわけですから、今頑張ってる人を潰さないということも、感染症防止対策、拡大防止対策と両方一緒にですね、大事なことだと思うんで、私は今回の予算を見たときにですね、もっと今大変な人たちにもっと集中して、財政を投入して、短期間にもう本当に仕事休んでもらう、休んでもらうと、その保証という言葉嫌いみたいですけど、保証もちゃんとするというふうなことこそですね、今お金の使い方として政府として求められているんではないかと、そういう補正予算になってないというふうに思うんですが、西村大臣、いかがでしょうか。西村大臣。今回の経済のインパクトはですね、もうリーマンショックの時以上になってくると言ってももういいと思うんですけれども、過言じゃないと思うんですけれども、当時例えば個人の支給、これ定額給付金で1人1万2000円で全員に配って2兆円であります。今回はより厳しい人に30万円を支給しようということで、これ4兆円組んでおります。それから当時エコカー補助金とかエコポイント、家電のエコポイントありました。これ7000億円ぐらいの規模ですけれども、今回は持続化給付金ということで、中小企業の皆さんに200万円、個人事業主にも100万円支給しようと、これ 2.3 兆円予算を組んでおります。まあ、こうしたことから見てもですね、当時とリーマンショックと比べてもですね、本当に厳しい方々にしっかりと支援をしていく、そうして予算を組ませていただいております。そしてそういった方々にも将来、まあ、希望を持っていただくためにもですね、収束した後には今我慢して収束させればいいんだと、収束した後にはこういった消費喚起のさまざまな、予算を組んでいただいているんだなと、そのことも準備しなきゃいけないなと、そんなことを含めてですね、今回必要な予算を今提出すべく最後の整理をしているところでございます。大門幹司君。その直接保障的な部分、給付で言えば6、7兆円ですから、全体100といってもですね、ちょっといくらなんでも、この1ヶ月が勝負と、ここでもうとにかく食い止めるということに対してはですね、しかもスピードが遅いと、後で取り上げますけど、ちょっと違うんじゃないかなと、認識が違うんじゃないかと思います。先ほど罰則という話もありましたが、私は罰則よりもお金だと思うんですよ、保証だと思うんですよ。安心して休めるとかですね、安心して協力できるということを作るのが一番大事であってですね、強制じゃなくって、みんながそれに参加してもらうということを、政府がですね、メッセージも含めて、具体的な手立ても出すことではないかというふうに思うわけであります。で、そういう点では、我が党はずっと保障と
自粛と補償はセットでということを主張してきたわけですけど、今日の議論で西村大臣は海外でも事業者への補償はしている国、補償している国はないというふうにおっしゃいましたが、私は7月1日にこの委員会で紹介いたしましたけど、ドイツではですね、事業者に対して給付をしております。で、ドイツの制度、改めて言いませんが、要するに融資じゃなくて給付金という形 で、これは、はっきりジェトロの解説に載ってますが、損害の補填だというふうに書かれております。ただし、金額が多い少ないというのはね、ドイツでも議論にはなっているみたいでありますが、考え方としては損失の補填で、3ヶ月の資金繰りに見合う分の給付をするという考え方で金額を出しているというところでございます。ですから、事業者への補償をしている国はないということではなくって、他の国も含めていろんな形でやっているということをまずご承知いただきたいのと、あとこの土日でお会いしたスナックの経営者の方がですね、おっしゃっていたのは、なんて言いますかね、政府の姿勢として、メッセージとして、とりあえず我慢してね、頑張ってほしいと、でしかし見捨てはしないと、一緒に国難ね、安倍さんが言うように国難を乗り越えましょうと、そういう政府の姿勢が見えればね、自分たちも協力して頑張るのにと、なんか木で鼻くくったようにね、補償はしないんだ、しないんだということばっかりがね、こうメッセージ伝わってくると、何なんだというふうな気持ちがなりますということをおっしゃって、おりました。あと、なんて言いますかね、なんかこう総理にも言ったんですけど、なんか勘違いされてるのか、補償という意味は、なんか営業、売上が減った分をですね、全額補填し、補償しろとかね、損害賠償的にね、そんなことはみんな、そんなこと言ってる事業者、一人もいないんですよ、いないんですよ、自分たちも頑張るからね、応援をしてほしいと。いう意味でみんな声を上げているわけでございまして、ですから補償しない、補償しないでなくてね、全額は補償できないけど、最大限支援はしますと、それぐらいのメッセージはですね、出すべきだと思うんですが、いかがですか。西村大臣。まさにそうおっしゃっていただいた通りでありまして、我々、なんとしてもですね、この厳しい時期を中小企業の皆さん、零細事業の皆さん、踏ん張っていただいて、そして、できることなら雇用も守っていただき、お一人お一人の生活をもう全力でお守りしていくと、その思いでおります。そのために、ドイツの例もお話しされましたけれども、金額の高は別として、私どもも、ドイツよりも多い金額でありますけれども、200万円のこの持続化給付金、それから個人事業主の方にも100万円、こうした支給を、これはもう今日大臣も、経産大臣も来ておられますけれども、経産省でしっかりと参組んでですね、もうこれはオンラインで申請を認めてですね、もう予算整理次第もう直ちに申請をしていただいて、そしてゴールデンウィーク明けにもですね、これは支給する、そんな思いで今経産省の方で具体化を進めていただいておりますので、できるだけ早く支援の手が届くように頑張っていきたいというふうに思っております。大門美樹君。そういう率直なですね、もっとその、営業損失の保証はしないんだ、しないんだとかを強調するんじゃなくてですね、なぜそれにこだわるのかわからないんですけどね、全部できないけど、やれることはやりますと、保証しますと言えばいいと思うんですよね。で、西村さん、兵庫でしたよね。私、淡路島に行ったときにですね、街頭演説をやっていたら、一人の男性が寄ってこられてね、私、西村さんに大変世話になったんですと、でなんで私言うのかと思いましたけど、だから中小企業のこと頑張ってらっしゃるんだなと、カジノの人だけではないんだなというふうに、その時気がついてね、だから中小企業のお気持ち、分かると思うんですよね、どういうメッセージがみんな求めてるかですね、そういうやっぱり今、そのメッセージと、メッセージがあれば具体的な政策も生きると思うんですけどね、それが非常に大事だと思うんですよね。その点で言いますとですね、ちょっと気になったのは、この間、東京都がですね、感染防止、感染拡大防止協力金で、1店舗50万、2店舗以上は100万、あとは静岡の西伊豆町で、観光事業者にですね、損失補償の給付金で、1回目の給付金としては宿泊業で最大50万、商店などは最大20万と。いうふうなことを決定いたしました。で、
これは各自治体ともですね、地元の業者の方々の悲鳴を聞いて、もう何とかするしかないと言って踏み出したんだというふうに思います。国がちゃんと保証してくれるかどうかは分からない段階でね、やってるわけですよね。でただその中でも西村大臣は地方創生臨時交付金を活用してもらいたいというようなことをおっしゃっておられて、交付金は我が党も何回もご提案させてもらったし、自民党の、ね、中にも入ったし、全国知事会も求めておられたんで、その活用して、もらうのは当然だと思うんですけれど、その時にわざわざですね、補償という名前をつけると、補償という名前をつけると、は認めないと、で中小企業の支援ということならばいいと、こういうことを言ってるとね、いろんな自治体にそれメッセージ伝わって、損失受けてるというかね、苦しい人たちに何かやろうと思ってもダメなのかと、そういうふうなメッセージになっちゃうんですよね。だからそれ変なメッセージ出さないで、どんどん頑張ってやってくれというふうに、もっと明るいですね、前向きな話をしないと、補償って名前つけたら出せませんよ、認めませんよみたいなね、それもおやめになるべきだと思うんですけど、いかがですか。西村大臣。厳しいご指摘をいただいて、私も反省しなきゃいけないと思うところでありますけれども、損失補填とかですね、補償とかっていう議論になるとですね、これはまあお答えとしてはそういうお答えをせざるを得ないんですけれども、しかし、先ほどから申し上げます、おります通りですね、中小企業、零細企業の皆さんにぜひこの企業を頑張っていただきたい、その思いは本当に誰以上にも私強いものを持っております。ですのでこの地方創生の特別交付金もですね、できるだけ地域の、市町村長あるいは都道府県知事が、自由度を持って地域の事情に応じてそのいろんな支援策をできるようにですね、そういう制度設計をしていきたいというふうに考えておりますので、個別にまたいろいろ相談しながらですね、対応していければというふうに思っております。大門幹司君。でもう一つはこれ、私今回こういうことが起きたときに、麻生内閣のときにね、リーマンショックの後何をやられたかざーっとこう調べてみたら、あのときにその臨時、経済危機対応臨時交付金というのを麻生内閣作られて、同じ1兆円でね、でそれが大変、実はあのとき喜ばれたんですよね、いろんな地元の団体とかいろんなところからですね。で、ただあの時はですね、ちょっと今と状況違いまして、なんて言いますか、こう今みたいに直下型で一気に休業とかですね、そういう時じゃなかったんで、順繰りにこういろんなことが起きて、それで各地域でやりたい仕事に使わせてくれということで、非常に喜ばれた制度なんですが、ちょっと今とは違うんですよね。したがって今はやっぱりとりあえず頑張っている人を潰さないと、応援しなきゃということで、今ね、先ほど西伊豆も東京もこう考えるわけですね。でこれ増えてくると思うんですよね。そういうふうに考えますと、あの時の1兆円の、中身、形は一緒でも使われ方が違うと思うんでね、1兆円では足りないというようなことが私当然出てくるし、そうなってもらえればもらうほど助けられる人がね増えて、生き残って V 字回復にも行ってもらえるんじゃないかと思うんですよね。で場合によってはその1兆円を、の交付金ですね、積み増しということもぜひ今からですね、1兆円があるから、財務省的に言えばね、1兆円があるから、先にね、こう対象を決めちゃうような、ね、ことじゃなくって、これは非常に大事な制度なんで、1兆円を積み増していくということも含めてね、考えていただけたらと思います。いかがですか。西村大臣。もうまさに危機的な状況、リーマンショック以上の状況だと思います。地方の首長さんたちには自由度の高いですね、支援策を考えていただければと思いますけれども、国も200万円、100万円のこの支援もございますので、こうしたことを総合的に、あるいは固定資産税なども今年はもう払わなくていいと、来年でいいと、それも、来年の分を半分かゼロになるわけですので、そういったことを全体を通じてですね、ぜひしっかりと支援をしていきたいと考えておりますが、予備費も積んでおりますし、積んでお出しをする予定にしておりますし、それから、いろんな長引くことも当然考えられますので、これはもう時期を失することなくですね、臨機応変にしっかりと適切に対応していきたいというふうに考えております。大門幹司君。それで今お話しあった、もうぜひお願いいたします。今お話しあった持続化給付金ですね、もうすでにいろいろ議論がございましたけれど、
商工会議所の方とね、お話ししたんです。で、商工会議所が具体的に、この持続化給付金のね、商工会議所だけではありませんが、中心的な窓口を担ってもらうということで、その商工会議所の方 のご意見ですけど、非常に期待してると、この制度はね。ただし、その今日も議論がありましたけど、50% 以上減少しないとだめとか、そうすると、50% いかないけど、3割、4割減った人だって大変な事態だと、そういう人たちが除外される、商工会議所で言えば会員の中で、使える人、対象になった人、ならない人とかですね、いろんな分断というかね、不平等が生まれるというふうなことで、だからその商工会議所に会員から、地域の事業者から問い合わせがあっても、どう答えていいのかね、説明しきれないというようなことも、おっしゃっておりました。で、要するに、やっぱり矛盾があると思うんですね、ご指摘があった通り。で、先ほどですね、参考人の方から、まず 50% 以上減った人から優先して、まあ、迅速化を図るために、まずその人たちを優先してっていう答弁がありましたけれど、そうすると、次の段階もあるんですか、まず優先して、じゃあ次の段階があるということですね、優先して、ちょっと簡潔に答えてくださいか。中小企業庁、那須野事業環境部長。お答え申し上げます。そういう趣旨で申し上げたわけではなくてですね、一刻も早くその 50% 以上減った人に支払いするという趣旨でございます。大門幹司君。そうだからね、ちょっと意外なこと言わないと思うんでね、優先とったらさ、その次があると思うじゃないですか、終わりでしょ、はっきりと。これでそれだとね、矛盾がそのままになるわけであります。で、大臣が、西村大臣が言われたのは、まあ、迅速にということが一番だと、それはその字だと思うんですね。で、別に迅速にするのはこの法だけじゃなくって、ドイツのようにですね、規模に応じて、もう一律で、従業員10人以下なら、例えば300万、これは商工会議所とか言ったんですけど、例えば300万、従業員5人以下だったら150万、一律に交付しちゃうと、早いと。で、あとで申告の時にね、売り上げ落ちてなかった人は返してもらう仕組みを作れば、一番不平等がなくってね、行き渡る、迅速化だけだったら、いろんな方法があると思うんですよね。あるいはそういう方法の方が、一律の方が早いかもしれないと思うんですよね、場合によってはですね。ちょっと実務的にこれがどうなるか分かりませんけど、ちょっとそこはちょっと西村大臣、柔軟にお考えいただきたいんですけれど、この形でしかないんですか。梶山大臣。迅速にというのは手続きもそうですし、まあ、今度は給付ということもそうですので、窓口どこにするか、そして手続きでどれだけ簡素に書類を省略できるか、それらも含めて検討しているところです。大門幹司君。中身も含めて、ちょっといろんな声出ておりますのでね、特に商工会議所が窓口に担わされるわけだから、説明しきれない制度で、文句ばっかり言われるというようにならないようにですね、その制度の中身も含めて、まだ時間ありますんでね、よく検討してほしいなというふうに思います。で、もう一つは生活支援臨時給付金、1世帯30万円のやつですが、これももうすでにいろんな議論があって、何なんだと、これこそ評判悪いですね、自民党の中からもあるかも分かりませんけれど、本当に不平等で、先ほどもありましたですね、世帯主の収入では、制度に該当するまで収入は落ちてないと、ね、世帯主だけで見ると、ところが世帯全体の収入では落ちてると、これどうなるんだとかね、これそのまま実行すると大変な不平等を生みますし、文句ばっかり来るんじゃないかというふうに思います。で、これも同じように、中身は私たちは1人10万円とかですね、そういう形を提案してますけれど、一律に給付をしちゃって、日本の場合はですね、外国のように申告と、銀行口座が紐でつながっておりませんので、いずれにせよ、申請書を送って申請してもらうか、そういう形になるわけですよね。だったらば、もう一律に申請書を送って、自分は該当する人が送り返してもらって、で、口座を書いてもらって振り込めば、最短2、3週間でやれるはずですよね。で、自分で一人で申告に来いという形だと、そのわからなさ、特にこの複雑な、これで相当逆に遅れる可能性もあるわけですよね。で、一律に給付した上で、
税申告等でですね、該当しない人は返してもらうという制度の方がよっぽど合理的ではないかというふうに思いますので、これはこれでまたいろいろ議論ありましたんで、答弁求めませんが、検討をお願いしたいというふうに思います。で、この30万というのは、考え方として、社会福祉手当みたいな、非常に困った人たちを救おうという、まあ、ちょっと複雑すぎて救えないと私は思うんだけど、一応そういう発想ですよね。そうではなくて、もう一つは、イギリスなんかやっておりますけど、他の国もデンマークもやっておりますけど、所得保障型、生活困窮じゃなくて所得保障型、これがやっぱり必要ではないかということも、4月1日のこの委員会で申し上げましたけど、考えていただきたいなというふうに思います。なぜなら、雇調金、雇用調整助成金は、前に申し上げましたが、社長さんが申請しないと行き渡らないというのはありますよね。社長さん負担があるから、こうためらっちゃってすると行き渡らないと。で、非正規の人たちは特に除外されてる、ですよね、今現在もですね。だからもう直接届くような緊急事態ですから、制度を急いで作る必要があると思いますので、これはこの前総理にも一つの参考のような答弁いただきましたんで、ぜひ検討してもらいたいというふうに思います。もう西村大臣、もしあれだったらご退席いただいて結構です。西村大臣は退席いただいて結構です。大門美樹君。それでは残った時間、中小企業の関係で融資等々、経産大臣にお聞きしたいと思います。まずですね、政府系金融機関、とにかく今資金繰りはまだ依然として大変な状況であります。で、政府系金融機関の最新の相談件数、申し込み件数、実行件数、一番新しいのを教えてください。中小企業庁那須野部長。お答え申し上げます。相談窓口を設置した1月29日以降、足元までの累計実績を見ますと、日本政策金融公庫では約37万5千件の相談、約17万6千件の融資申し込みを受け付けて、約9万件の融資を承諾しております。また信用保証協会でございますけれども、これは都道府県にあるんですけれども、約10万4千件の相談、約6万4千件の保証申し込みを受け付けて、約5万3千件の保証を承諾しているという状況でございます。大門美樹君。ありがとうございます。まあ、比率はあんまり変わってない、これまで聞いたのと変わってないかもわかりませんが、この前柔軟な貸し出しをお願いして、私も高校の現場の方、知り合いがたくさんいますので聞いてみたら、かなりみんな柔軟な対応で頑張ろうということでやっていただいてて、しかもね、窓口は本当に殺到して大変な状況ですけどね、頑張っていただいて、おりますので、引き続きお願いしたいと思います。もう一つはただ先日ですね、ある、まあ、府県の名前言いませんが、ある府県の高校の視点で、県務の方がですね、門前払いをされたという相談がありまして、まあ、詳細は省きますけど、要するに申告の形式という、まあ、形式上の問題だけで実態として中小事業者なのに弾かれたという例があって、これは財務省の金融課に、なんとかこれおかしいじゃないかということで相談したらですね、迅速に対応していただいて、実態として事業者ならば、門前払いしませんと相談に乗りますということで、非常に改善されてきて、で、公庫としても今後は門前払いしませんということになってですね、みんな大変もう潰れるかどうかだったのが助けられたということで、とにかく相談は乗ってもらえるということで、ね、喜んで、おられます。まあ、本当に財務省がよく柔軟な判断指導をしてくれたなと、で、感謝をしているところで、ございます。藤川大臣、引き続きですね、いろんなケースが非常時ですからあると思うんですけれど、本当に目の前にいる人をとにかく生き延びてもらうという対応を引き続き財務省の指導としてもですね、お願いしたいと思いますが、いかがですか。藤川副大臣。
先生、ご指摘いただいた件、引き続き、各高校等にも申し付けてまいりたいと思います。その件につきましては3月6日と16日の2度にわたって、財務省としても高校等に対して事業者の実績に応じた対応に万全を期して迅速に取り組むよう麻生大臣からも要請を行いました。先生からのご指摘もいただき、4月8日には総理からも高校等に対して迅速な融資実行、貸付条件の変更に係る迅速なかつ柔軟な対応などを お願いをいたしました。金融高校等については審査員相談員約550名の増員派遣を行い、60名の OB の活用を行っております。定期人事異動の凍結、休日電話対応の実施、現場の決裁権限の異常、民間金融機関との連携強化等々の取り組みを、少額の融資、この期間も短縮、原則2週間を1週間、なお短くできるよう、また努力をしていきたいと思います。先生ご指摘の中小企業等への支援、資金繰り、引き続き柔軟かつ迅速に取り組んでまいりますので、よろしくお願い申し上げます。大門未吉君。ぜひ梶山大臣、福田さん大臣としても、引き続き頑張ってもらったのでよく伝わっておりますけれど、引き続きいろんなケースが来ますんで、ご努力をお願いしたいというふうに思います。どうぞ一言どうぞ。梶山大臣。一人でも多くの、また一社でも多くの会社に資金がしっかり手元に届くようにということで、委員会でもご指摘いただいたことは逐一、またその金融機関に伝えておりますし、改善がなされるような努力を、最善の努力をしてまいりたいと思っております。大門未吉君。ありがとうございます。もう一つはこれ中小企業庁でいいんですかね、今度は民間金融機関でも、実質無利子無担保の融資をやっていくという制度にやっていこうということになっているんですけども、これは何か具体的なこういう仕組みでやっていくとかもう できていればちょっと教えてください。那須野部長。お答え申し上げます。お尋ねの融資制度でございますけれども、中小小規模事業者の融資窓口を政府系の金融機関以外にも拡充する観点から、地方公共団体が用意している制度融資を活用してですね、公庫と同様にですね、売上高が減少した中小小規模事業者が民間金融機関を通じてでもですね、実質無利子無担保、それから据え置き最大5年間の融資を受けることができるようにして、合わせて民間金融機関でございますので、保証という問題が発生するわけですけれども、保証料についても減免するということでございます。このために約 24.2 兆円の事業規模を想定しておりまして、2兆7000億円の予算規模を措置しております。大門未吉君。それはいつ頃からスタートになりそうですか。那須野部長。これは都道府県 の議会で の手続きというものが必要になりますけれども、私どもとしては補正予算が通りますれば、できるだけ早期に始められるよう準備したいと考えております。大門未吉君。政府系の公庫等もみんな大事なんですが、やっぱり民間でそういうことを始めてくれると非常に助かるという声が強くあります。でその際なんですけれど、もう一つ要望が出ておりまして、今、無利子といっても借金は借金で、借りても返す見込みが立たないという方も多いわけですよね。ただ潰れるぐらいなら借りてほしいなと私は思って、生き延びてほしいなと、そのうち、ね、光が見えてくるとは思うんですよね。でそういう方々はやっぱり公庫が、5年間ですね、返済開始を据え置いてくれるというのが、その間に何とかすればいいんだという、元気も出るわけですね。でぜひ民間の金融機関がそういう無利子の、貸し付けを始めたときもですね、返済はすぐですと言われると、ちょっと大変だから、高校並みに5年というのはちょっと民間の場合きついかも分かりませんけれど、やっぱ最低2年から3年ですね、この状況なんで、返済据え置きをですね、実現してもらえないかなと思うんですが、いかがですか。梶山大臣。
この制度はですね、公庫の窓口がどうしても混みすぎているということもあって、民間の窓口で同じような融資が受けられないかと、同じような条件でということで始まります。ですから、据え置き期間についても、公庫と同様の5年間据え置きということで、やってまいりたいと思っております。大門美樹君。いいご答弁いただきます。喜びますね。公庫と同じ5年にしてもらえば、やっぱり心配したのは、民間だとそうはいかないんじゃないかという声があったんで、もうぜひ公庫と同じ5年で実現してもらえればというふうに思います。最後に先ほど西村大臣にもお聞きしましたけど、ちょっともう同じ質問になるかと思うんですが、やっぱり今安倍内閣の姿勢として、その予算、補正予算の組み方とかですね、中小企業をどう見るかというような点がいろいろ問われてるんじゃないかと、まあ、頑張ろうと思ってらっしゃるのは分かるんですけれど、例えばこの 1、2ヶ月、まあ、伸びても2、3ヶ月が、勝負だと。で、2、3ヶ月の間は、まあ、いろいろやるけれども、まあ、とにかく自己責任で、自分で頑張り抜いてほしいと。で、この2、3ヶ月、自分で頑張れないような中小企業は、それはもう自己責任だみたいなんですね、ちょっとそういうことを言う政治家もいたりするんで。それは違うんですね、とんでもないというふうに思うんですよね。だから私は今お金を投入して救うべきだというふうに思って、あまり V 字回復とか先の話よりもですね、目の前の中小企業を本当に救うことが一番大事だというふうに思うんですけど、まあ、中小企業といえば経産大臣の担当でございますから、梶山大臣としてはどういうふうにお考えか、ちょっとお聞かせいただけますか。梶山大臣。中小企業というのは日本の経済、それぞれの地域の経済の屋台骨でもありますし、雇用の受け皿でもあると。企業がなくなれば雇用もなくなるということであります。ですから、その雇用の受け皿をしっかりと生き延びさせること、継続させること、まあ、そのための支援はいかなることでもやっていくという思いで頑張ってまいります。大門美樹君。なんかいい答弁ばかりで、も時間がちょっと余ってきましたけど、そうですね、もう一つ、やっぱりもうちょっと同じこと聞いていいですかね。自粛と、補償は一体で、必ずしもですね、旅館業とかは自粛してくれって言われてないんですよね、ホテルとかね。それでももう売り上げゼロなんですよね。だから自粛を求めなくても、実際にも、大変な損害を受けていると。だけど次の日本の地域経済を考えると、観光を考えると大事な存在という点もあるわけですよね。だからあまりその損失補填とか何とかそういうことばかりよりもですね、日本のいろんな経済の基盤、中小企業一番大事ですから、そういうことを守るためにもあまり補償って言われたくないとか、そういう世界じゃなくって、3.11 の時にグループ補助金というのをね、私あれちょっと関わらせてもらって、当時の中小企業庁の長官が大変優秀な方がおられてですね、鉛筆をこう舐めてね、ところがいろんな抵抗があってですね、最初は小さいところから始めて、でそれを大きくしていって、私たちも要求出したらいいよいいよやるやるってことで広くなってね、今も1兆円オーダーのものになっておりますよね。ああいう時は本当に自民党の皆さんも知恵出して、私たちも知恵出して、大体共産党の議員がですね、中小企業庁の役人さんを連れて地方の商工会議所に説明を回るというのはね、ちょっとあんまりないようなね、ことがあったんですよね。それぐらいの非常時はそういうこともあるわけですね。今はもう大事なのは本当に厳しく批判させてもらうとかしますけれど、そういう発想で死の者言わずにですね、中小企業を助けるということで、頑張るべきだと思うんですが、あまり補償しないとかそういう話ではね、もう抜きにした方がいいと思うんですが、梶山大臣ですか。梶山大臣。給付が あるべきだというお話がこの委員会でもありました。で、まあ、実質給付にするにはどうしたらいいかということで、持続化補助金の運用の中で給付するにはこういう仕組みでやっていこうということで実現をさせたわけであります。また無利子ということも共産党さんからご指摘あって、実質無利子であればいいんだろうということで、利子補給、そしてその窓口が混んでるんであれば民間もということでやらせていただきました。まあ、結果重視でしっかりとやらせていただきたいと思ってます。大門美樹君。はい、これで終わります。ありがとうございました。